三浦半島における逗子海岸の一逗子海岸は神奈川県逗子新宿に位置する相模湾に面した海岸である逗子海水浴場として知られる新宿海岸、新宿浜、東郷浜とも呼ばれていたキャッチフレーズは太陽が生まれたハーフマイルビーチ遠浅で波も穏やかで有浜が小名語で貝殻や砂利や泥が少ないのが特徴 ウィンドサーフィンなどで有名。関東で最も海開きの早い海水浴場の一つである。毎年夏に図司海岸花火大会が行われるが2011年は東日本大震災の影響で中止となり、2012年は近年の海岸侵食によって砂浜が狭くなってきていることから警備体制や安全面に配慮した結果、海の家設営前の6月2日に行われた。 陸軍軍医の石黒忠則らによって1892年頃より海水浴場として最適であると宣伝され、徳富露化のほととぎすの舞台となったこともあり、大正頃より図志海水浴場として知られるようになった。2005年には石原慎太郎の太陽の季節の石踏みが設置された。逗子村と小坪村の間での漢文、現六年間の裁判の結果、小坪村に属し東、 小坪の新宿海岸として、西、小坪の小坪海岸と共に、漁師の拠点であった。その頃は松野、松の茂る、人気のない海岸だった。1888年、マルトミロが、田子川川口に、旅館養心亭を開業し、1889年の横須賀仙洲市駅の開業によって、新宿海岸周辺に別荘が立ち始めた。 日露戦争終結後の1906年2月3日、新宿浜近くに別荘を持つ東郷平八郎の祝小会で新宿浜を東郷浜と改称した。大正期頃より海水浴客で賑わうようになった。1926年には寿司渚さホテルが創業した。大正天皇が葉山御用邸で療養していた時期には洋親邸や寿司渚さホテルで、 若月内閣閣僚や皇族が執務を行った。1929年には国鉄によって国鉄会の家が設置された。1950年、日米大港の津市モーターボードレースを開催。現在の協定のもととなったと言われる。2014年3月に規制条例が制定され、入れ墨やタトゥー、音楽鑑賞、飲酒、バーベキューが禁止となった。ありがとうございます。